ってどんなお子さんだったんですか？翔介、今日はどこ行くんだ？恋の闘技、なんだか嬉しいです。急に強くなるなんて無理ですよ。無理だと思うから無理なの。負けだと思った瞬間が負けなのよ。ケオ、一条くんなら川上さんのスキルをコピーできるかも。得意能力にもまだまだ謎が多いですから。でもこれほとんどデートだね。お二人とも大丈夫ですか？かしら。ふと先輩方をあっさりと。すごく強いですね、あのファントム。しかもなんかエッチだ。ワンちゃんや猫ちゃんはお風呂を嫌いな子が多いですから。俺が封印できるんだけど。あの、でしたらとか思ったり。こうですか？こしこし。私、お猿さんと仲良くなりたいな。転校生。こちらが2年の川上舞先輩、初等部の熊枕くるみちゃんとアルブレヒト、1年の泉玲奈ちゃんと。さすがお嬢様ね。いえそんな。ところで春彦くん、今日ルルちゃんはどうしたんですか？前から花火楽しみにして。花火大会で何がしたいですか？玲奈、あんな火薬が詰まったもの食べちゃお腹壊しちゃう。でもマイお姉様、花火玉気づきませんでした。じゃあ